綺麗。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。森です。本日は埼玉県にあります埼玉ゴルフクラブさんの練習場にお邪魔してます。はい、この後あのミュウちゃんの、あのラウンドレッスン企画なんですけど、はい、その前にちょっとあの森ちゃんのレッスン動画を撮らさせていただきたいなと思ってます。はい、であのコメントを前回募集したじゃないですか、はい、どんなレッスンがいいですかっていうのでいただいてまして、何件か、はい、ちょっとそれを今日一つあのやってみたいなと思いまして、はい、古島恵子さんっていう、はい、多分女性の方です、はいはいはい、からコメントいただいてまして、ええ、ツッコミの癖があるので突っ込まないようにするドリルを、はい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 、まあ、教えてくださいとコメントいただいてまして、僕も結構突っ込む傾向にあるんで、これはいいなと思ってどうぞ、承知しました。はい、ってことでちょっとやっていただきたいと思いますんで、はい、はい、お願いします。突っ込む人って大体こう手でボール叩きに行こうとする人が多いんですよ。なんで右の力がこう入りすぎると、ボール打ちにかかってなったらやっぱどうしても突っ込みやすくなっちゃうんで、まあいろんな突っ込みの原因はあるんで一概にこれとは言えないんですけど、一個原因としてはこっちが強くなっちゃうのが原因、うん、なんでそれを特性するのにこうやっていつも通りに構えてもらって、右手の親指と人差し指で、特に肝心なのがこの右手のぐにゅっとした部分、ここも一緒に離してあげて、この状態でボールを打ってあげる。ああ、なるほど、離すの。そうこうじゃなくて指だけ離すんじゃなくてここも離しちゃう。それは難しいですね。いや、だって最初はフルショットする必要もなくてハーフショットで大丈夫、うん、で構えてから打ち終わってフィニッシュまでずっと離しちゃう。大体突っ込む人って離してあげてたとしても打つときにキュッてこうやってやります、握っちゃう。そうやって、そのあれになります、カットになります。そうですよね。だから外から入るんで上体も左に行きやすくなる。だから離した状態でハーフショットで打ってあげる、必ずくっつけないで。うまっ、離した。練習してあげると状態突っ込むのが直せるって。確かにもう左で打ってるみたいなもんすもんね、それだと。そうです。ちょっと自然とクラブもインサイドから降りてくるようになって、これが押しちゃうとクラブ外から入るから状態も突っ込んじゃう。押すものがないから絶対インサイドが降りてくるってことです。と体も軸に残りやすくなってくるっていう感じ。フルショットもそれでできるんですか？できます。多分結局フルショット飛ばしたいとかそういう時に出ちゃうんで、多分そうですよね、フルショットとかでそれやんないとダメですよね。はい、そうですよ。なのでハーフショットで打てるように乗ってきたら、あとはこれで同じようにフルショットしてあげれば OK。 すごっ。さあ、すごっ。ちょっとドライバーでもやってみましょうよ。ドライバーでもあれ難しいですよ。わかりますもん、できないの。あの僕ができないのがわかる、聞いてて。だからドライバーも最初できなければハーフショットから始めてもらえば OK。 途中で絶対握っちゃうもん。それが突っ込む原因。これでフルショットしてあげます。
感じと突っ込まなくなってくると思います。なるほど、それをちょっと練習してもらいたいなっていう感じまあコメントにはラフの時の打ち方も教えてほしいみたいなの入ったんですけど、まあ、ちょっと練習場なんで、まあ、ラフの時はまた次の機会かなっていう感じなのと、あとあの視聴者さんを来てもらって、はい、なんかワンポイントレッスンみたいな曲もどうですかみたいないただいてて、はいはいはい、いいじゃない、面白いですよね、面白そうお会いできるの、ちょっと嬉しい、本当に森ちゃんが直せるのかっていう10人ぐらい来てもらってレッスン会ではい、それもいいの企画だったら、あ、いいですよ、はい、うん、ぜひぜひ、うん、したいですじゃあちょっとどこかであの、はい、ちょっとそういう企画も作って、これからも、はい、あのまあ、皆さんにとってこういいレッスン動画を出せたらいいなと思いますんで、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。